はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おとなしくるみです。さて、今日もねやっていきますよ。前回の続きからソード6ウィンヒーロー、誰のヒーローでしょうか。お、最初からクライマックス。何しなさいよ、うん、そんな師匠な、まあ、結構な致命傷なのかな。うん、そんなところにちゃんとナナールは、ついこと言いますよね。いや、頼もしいけどね。うん。天下のレタッチ様。うん。うん。うん。おー、命がーい。魔法がプラスの500、すごいよね。行きます。天才の名は伊達じゃないでしょ。うん、そういえば前回と編成同じですね。なんで、ね、トゥーペア、トゥーペア、2ペア、1ペア、3ペア、うん、おー、激しい戦いが。ロートシラを切る。ねえ、そうだね。卑怯だよね。何かと。まあ、戦いに、卑怯も何もないのかもしれませんが。でもそれは、悪者のすることじゃないかい？あれですよ、精神攻撃は基本ってやつですよ。うん、ぽいね。そのなんか椅子に座ってる感じがね。いつもの、ファーストエイド？ファーストエイド？そう、言いたかったこれ。応急処置って意味なのかな？あ、血が出るのね。やっぱり、アンドロイド、アンドロイド、人造人間のような、うん、そんな感じよね。うん、それにしても、露出がすごいね。こっちもね、うん、さすが水上
都市だっけ国家だっけなんだっけあるなーって感じのね。やばい、話が入ってこないぞ。うん。いや、二人とも可愛いのがいけないんだよ。ふふ。レミアさんは本当好きですね、この、デザイン。メルティちゃんもいいけどね、その特にこのお尻すごい綺麗な形してる、このお尻。まあ大丈夫だよ、こっち強いから。まあ、パッチパッチ。うん。うん。うん。なるほどね。うん。うん。金を返します。はい、何でしょうか。うん。やっぱりそうだよね。なんかバカにされてません？うん。あれだね、揺さぶるんだね。悪になりきれていない子。そんなことは出会ってたよね。
うん、何をしたの？知ってるけど私。もしかしてローリエさんの入れ知恵なのでは、もしかして、うん、うん、ね、やっぱりあの技もそういうなんかあれを暗示してるのか。あー、色が変わってる。倍速を切ってやるね。おー、初期に違うやつですね。なんかすごくゆっくりに見えるね。いつも倍速でやってる。多分私が操作するより、うん、オートの方が早いし頭いいんじゃないかな。結構ゆっくりに見えるっていうか、これが本来の速さなんだよね。スローに見える。でしょう。うん、うん、そうなんです。かなりの欠陥兵器なんです。でも素直に教えてくれましたね。純粋そうな感じってしたよね。てか、うん、私はそんな気がしたの。うん、それは極端。うん、あー、あれね、ホラテル
があるあんたら。絶対そうだよね。そのほんと純粋な感じだと思う。なんかレタッチさんが味方してくれるならうまく言いくるめてくれるんじゃない？グリーンもある。そのグーちゃん自体はどうなのルナールです。これからはあなたを主様と定め、主様の忠実な手駒となることを誓いましょう。安心してください。もう人間を滅ぼそうなどとそんなこと考えませんから。さあ、というわけでねえ、5章が終わったので買っちゃいましょう。うん、いつものあれです。終われば仲間なんです。私はクリスタルポートの主席を務めますデビアタンと申します。人とアンドロイドが手を取り合える社会を築くことが何よりの目的なのです。機械は怖くないのですよ。このリバちゃんを見てください。こんな可愛い子が悪いことするわけないでしょ。可愛いかな割と怖いですよ。ではメルティも行きましょう。お仲間カモン。私はメルティ、クリスタルポートの兵士をしているのよ。レビアタの部下として自警団でも働いているわ。元気はつらつ。ほら、どうしたの。私を前に緊張して固くなっているみたいだけど、もしかして他のところも硬くなってたりしてね。わあ、下ネタか、カミヤロ。冗談よ。だねだね。いざそうなったら恥ずかしがるタイプだね。わかんないけど。何言ってんだ。というわけで、ここまで見ていただきありがとうございました。お仲間も増えて。ルナールちゃんも仲間になってよかったよかった。じゃあ次回はキャラクターかコーナー色かまた何かやっていきたいと思います。それでは楽しみにしてくれたら嬉しいな。じゃあね、バイバーイ。またね。